花園のルームがあるマンション、サンモールクレスト。9階に、例のプールの窓が見える。地図花園のルームは、東京都新宿区新宿で株式会社 P スタジオが、管理、運営する撮影スタジオ。施設内のプールは、例のプールという俗称で知られる。本項目のうち、突起のない部分は公式サイトの記載に従ったもので、ある。賃貸マンション、サンモールクレストの9階。 10階部分を使用した高級マンション風スタジオで、そういう仮面積は614平方メートル。9階部分には玄関、プールエリア、リビング、バーカウンター付けのラウンジなどがあり、10階部分にはカジノを模したプレイルームやバルコニーなどがある。地下1階にはシアターサンモールがある。 このプール付き物件はかつて俳優の石坂浩二の自宅であったという噂が流れていたが、彼いわく実際には映画監督の市川昆が居住した物件であり、石坂は下の木沢橋に住んでいたという。例のプール本スタジオのプールエリアには6.6メートル3.2メートルの温水プール、プールの北側には4メートル四方のプールサイドがそれぞれ設置されている。プールの東側は 開閉式の窓となっている。東京都区内に立地して撮影に便利であるため、2004年頃から頻繁に実写アダルトビデオの撮影に使われている。このプールは開閉式の窓など容易に識別できる外見を持つことから実写 a v 愛好者には知られた存在で、早くからあのプール、例のプールなどと呼ばれていた。その後、2チャンネルやニコニコ動画など、 ネット上でもこのプールが話題となるにつれ、次第に、例のプールという故障が定着した。花園ルームの公式サイトでも、例のプールの故障が使用されている。2000年代後半以降は、ミュージシャンやアイドルの PV、平成仮面ライダーシリーズのほかカプセルトイ、水際のジャミラの PV の撮影にも使われた。2019年1月19日には、 NHK 総合テレビの生活情報番組、合点に使われたとして、ツイッターで、例のプールがトレンド入りするなど、大きな話題になったが、その真偽を問われた、ピースタジオは、お客様情報なので開示できないと返答している。2020年9月20日には、日本テレビのバラエティ特番、うわっ。騙された、大正2020秋のロケで、タレントの池田美優が訪れており、 同年10月4日に、自身のラジオ番組、みちょ、パラで明かしたところによれば、実写 AV の撮影は、水の交換が大変という理由により、ロケ当日時点ですでにできなくなっていたという、ありがとうございます。